新型コロナの新たな感染者数が過去最多を更新した韓国で大学入試が厳戒態勢の中始まりました。試験開始まで1時間を切りました。去年に引き続き恒例の応援合戦もなくなり非常に静かです。厳しい競争社会の韓国では大学入試が人生を決めるとまで言われます。遅刻しそうな受験生をパトカーで送り届けるなど国を挙げてバックアップする光景が今年も見られました。一方で今日発表された新規感染者数はこれまでで最多の3292人を記録していて、ソウルなど首都圏では重症者用の病床不足も深刻化しています。受験生には手の消毒やマスク着用が義務付けられ、感染している生徒は隔離先の病院などで試験を受けることになります。